言うて言うと、エリーがアビーに襲われた2日前、オーウェンを探すため一人で WLF を抜け出したアビー。途中セラファイトに捕まるが、ヤーラと共にレブに救われる。左腕を骨折したヤーラと、まだ子供であったレブと別れ、再び一人になったアビーはセラファイトを次々と殺しながら、オーウェンとの思い出の場所である水族館に到着。果たして水族館にオーウェンはいるのか、仲間殺しの疑いは本当なのか。それではスタートします。長い間かけてたどり着いた水族館に、ここにいなければ俺は何も救われねえんだが、果たして応援はいるのだろうか。期待が膨らむところである。早速中に入ってまいろう。応援いるなら開けてくれ。いないの？応援いないの？いないの？あいつなら絶対裏にいるはず。裏？アビーにしか知らない裏の入り口がある。やっぱアザラシがおるで。こいつアザラシか、なんか前見たのより牙が立派だな。トドか？裏はこっちだろう、おそらく。飛び込む、ここか。いや、忍び込む、忍び込むことに成功した俺だ。とりあえずいないの？いるの？どうなの？俺、鍵どこもかしこも鍵がかかってんじゃん。これ何？これ使う？どこ電気通せる感じ。俺はちょっといろんなものにかけてみろ。いろんな可能性にかけるぞ俺は。あれ、これ何？コンセントじゃないの？いや、コンセントだな。しかしここが精一杯だ。あれ、これなんだ？あ、これか。いや、ここを投げたところで意味がない。なんだこれ。ほら、意味ない。でもやはり考えられるところはこっちなんだよな。はしごかなんかねえのか。ヒント出た、ヒント。ヒント、ここに投げろってこと？あ、わかったぞ。こういうことだろ。あ、はいはいはい、おいおいおい、なるほどな、なるほどなるほど。これをそしてこっちに投げるということですね。オッケーオッケー。え、こっちに投げたところで俺これ渡れるん？え、渡れないよな。俺バカじゃないの？投げただけで渡れるわけないじゃん。わかった、こっちだろ。こういう風に渡せば俺は登ってこれるぞ。これ、おっと天才、ここで俺は知能を発揮した。ほんと世話焼ける俺のことだろうか。ほんと世話焼けるのは俺だ。そもそも応援がこんなとこに来なきゃ俺はこんなことしなくてよかったんだよ。もう一回これを使えと申す。もう一度これを使うとしたら、あ、無理だ。あ、てかこっちから行ける？いらん、こんなもん。あれ、ちょっとジャンプができん。ここは飛び越えられない。こんなもんじゃヒント、あ、こっちこっちこっちだ。こうだ。さすがに死なないよな。いるか？よっしゃ、入れた。侵入開始。なんだこれ、バックパックがある。誰の？応援？これたち、やば。応援血まみれ侍、応援の血まみれ侍、応援血まみれなん？大丈夫？さてと、ねえ応援、俺はこっから戦うに参らなければならない。どうだどうだ、いるのかいないのか、はっきりしてくれ。ここ、いない。びっくりした。え、いないよね。だってここ応援が住ん、びっくりした。住んでたとこだもんね。ちゃんと戸締まりしてあるもんね。どれどれ。応援。
I can do it! I can do it! なんだよ俺は。こっちは開いてないか。上かじゃ。上にいるのか。おい、俺が探しに来てやってんだよ。いるんだろ。いるなら返事してよ、上。ねえ。ねえ、いるの？いないの？ここにもいないの？嘘！あ、これを辿っていけばいいんだな。いるだろ。ここだろ。怪しい。やっぱりいた。え？嘘。どこ？俺まだ見つけてないよ。え？あれか？あん中か。オーケーオーケー侍だ。いるんだろ。観念しろ。オーウェン。いるんでしょ？大丈夫？血まみれだけど。え？いない？いる？あいた。ひでえな、お前か。なんだそのアイザックのお使いか。違う。ああ、アイザックは白状もんだからな。これどうしたの？それ何？一旦バラして組み立て直すんだ。水筒の術使えるやつ？なんか何それ。いらない。コーヒーか。そうですか。のんきだな。しかし君、ダニーが死んだ。知ってた？自分だろうな。え、君がやったの？どうなのそこんところ。何があったわけ？ちゃんと話して。野営地の掃討してたんだよ。うん。スカーが数人いたから。うん。男の頭を思いっきり、殴ったら、倒れやがって。目の前にある武器には、目もくれずに、そいつ。俺のこと、見つめてた。くたびれた。え？じいさんが。じいさん？あ、なるほどね。こっち見てんだ。うん。死ぬ気でさ。うん。殺しは慣れてる。うん。でもよ。躊躇したろ。あのじいさんだけは。まあ、多い。殺せなくて。両親はめちゃくちゃありそうだからな。ダニーが突っかかってきたから。うん。抜けるって言った。やるならお前がやれってな。なるほどね。そしたら俺に銃向けやがって。なんで？だからとっさに掴んで。ダニーが悪いじゃん。じゃあどっちが撃たれたかも分かんなかった。ダニーなんでそういう時喧嘩する？自分でやればいいじゃん。やりたいなら正当防衛でしょ。よせよ。アイザックは私が説得する。もううんざりなんだよアビー。嫌なんだね。クソほど興味もない土地をめぐっていがみ合うのはもう嫌だ。平和主義者っぽいもんね。それはわかるよ。サンタバーバラに行く。どこそれ。噂を信じて。ただの噂じゃない。何が噂されてるの。ファイヤーフライなんてもういない。ああ、ファイヤーフライがいると思ってんの。終わったの。サンタバーバラにいると思ってんの。だとしてもファイヤーフライか。確かめなきゃな。さあどうする。アビーどっちについていく。じゃあメルは。そうだよ、置いてくの。置いてくよ。置いてくん？まさかの。そう、酔いが覚めたらまた話そう。やめろよ。何を。俺をイカれたやつ扱いするな。お前も来たいくせに。サンタバーバラにファイアフライがいるならヒポタリとも近づきたくないね。
そうなん。何を。別に。大人になったら私みたいに。どうすりゃ大人になれる。うん。親を殺した奴ら探し出して殺しゃいいのか。そういうことじゃないけどさ。そいつらが泣き叫ぶまでこうして。おいだだだだ、まあまあまあ、こういうふうに誰でもね、とっつかみになってね、間違えてね、殺しちゃったんだね。殺しちゃったってか事故か。アビ。そうなる、そうなるとは思わなんだ俺。そうなるん、そうなるん、そういうものなの男女って。わかんねえ。でここはエリか。エリ、エリじゃない、違う、アビー。いつのアビー、あの日のアビー。また、ちょっと、あの日のアビー。え、俺一回アビーで操作しなかったっけ。あれ、おかしいわね。とにかく行ってみよう。え、ここ父ちゃんが倒れてたとこじゃないの。え、それは見たけど、その日じゃないんか。え、なになに。え、あれ、あ、夢か、夢か、夢か。二人死んだんか思った。はあ、ああ、やってもうて、やってもうて。首痛そう。死にかけたもんな。世話が焼ける。シアトル2日目になった。アビーの2日目でござる。どこここ。まずい。あれ、スカーの笛が聞こえる。今すぐに2人を連れ出さなきゃ。2人を連れ出す、2人を連れ出す。え、私何してんだ。あ、あの2人ね。あの子たちはスカーでしょ。心配だから戻ってきたんだ、偉いじゃん。とにかく行くか。前回はここで落ちたからな。今回は慎重になってるアビーだ。うわっ、いる。確かにあのガキだった。まだ生きてはいそう。よかったね。てか、どこ、あれか、あれ、俺あれ拾いたい。俺はこれが欲しい。よし、おーれ、お、二人いる。結構いる。どうしよう。うわ、やべ。うわ、こいつ強いやつだ。嫌い、嫌いよ、こいつ嫌い。嫌い、嫌い、嫌い。痛っ。逃げたい。俺、逃げる。バイバイということ。バイバイということで。うわ、痛い。こいつ、あいつ、やられちまった。なるほど、あそこに行けばいいんだな。うちうち侍よ、そんなもん。うちうち侍、チミラなんか相手にしてる場合じゃないんですね、俺は。さらばということです。
ふいーん。パイちゃん。パイビー。危ない、見つかるとこだった。はっはっは。出るとこある？あった！あんなとこに扉が。よし、この辺か、この辺だ。あの箱の中だ。いるかな。え、なんか倒してるよ。いないな、これは。嘘でしょ。ねえ、まだいるの？こら、いないな。やーで戦っている跡あるもん。私アビーだよ。いたのか。まだごめん。いいよ、許す。やろう。え、大丈夫？大丈夫？かろうじて生きてる、かろうじて生きてるけど、すごく、うわ、手赤っ。ギリギリだな。動かすよ。大丈夫？おいで。そんな手赤くなることあるんだ。どこに連れてくの？いいから。どうする気？死なずに済むかも。ここにいた方が死ぬから、お姉さんついてきなさい。そう、行こう行こう。水族館に避難してる。応援。応援と合流か。応援。まあ、いつはこんな時におらんなる。しかし頼むね。ねえ応援、起きて。寝てる。あ、起きてる。スカーク、医療キット全部持ってきて。おー、ダメ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 。アリス、アリス、アリス、ダメ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 。アリス、お、メルド、なんでいるの？レブ、下ろして。お願い。よこっと聞いて。うん。その子たちは？あれ、そういうこと聞いと。手当てしてくれない？あれ、すえらいじゃん。無条件に噛みつく。この子はやら。手当てしてあげて。ハンマーで。やられた。私じゃない。メロ、お医者さんでしょ。寝かせて。あ、ここで治療してたんだね、ヤーラの。なるほど。エリーがここで何してたのって言ってた時、これやってたんだ。ダメ。消毒してはめ直す。骨が砕けてる。もう無理。コンパートメント症候群。何それ？それどういうこと？え、切断しなきゃダメってこと？え、ヤーラは兵士なんだ。腕を切るなんてダメだよ。残せば壊死してしまうの。そうなん。何でもいいから痛みを止めて、お願い。どうやって切断するん？何がいるの？麻酔もない。ノコギリ、縫合紙、関心抗生物質。でもそんなものここにはない。どうする？ナイフはある。火もな。切って焼けばいい。うわ、それじゃ感染症で死ぬ。リスト書いて、病院に行って必要なものを。丸一日かかる。それでもいい。アビー、あなたが良くてもこの子が持たないの。どうする？2時間で病院に行けるとしたら、ウルフの病院でしょ。え、西にあるやつ。行けるん？2時間。どうやって？橋を作ったんだ、高いとこにね。そうやって洪水とお前らから身を守ってる。2時間なら間に合う。どう？ええ、多分ね。急いでかなきゃ。待てよ、お前正気か？スカーが使ってる橋だぞ。まあ確かにね。少人数でしか使わないんだ。少数なら平気。バカはよせ。
まあ鉢合わせするだろうけどね。何人かは導きをお守りください。アビアビ、何、俺は行くよ。ヤーラが命助けてくれたんだもん。ヤーラではないな、助けてくれたのはレブの方だけど、でもその仲間なんだ。何、お前それ俺の鍵。ごめん。なあ、ちゃんと話そう。何を、何のことを。なんでこんなこと。いいじゃん。さっきいきなり来たんだよ。あ、そう。ゆうべのことは気づかれてない。メルのこと。そんなことどうでもいい。今話すべきことじゃないでしょ。よくないだろ。今急いでんだから。開けて。後ろに子供いるし、そんな話はしません。行くよ。後悔するなよ。大丈夫だ俺は。ということで水族館にオーウェンとメルを置いてきましたと。行くぞー。2時間で戻る。そうだよ、抜けたがってたけど。確かに、そう、メルっていうの。男の人の名前は？オーウェンだよ。オーウェン。メル。メルとオーウェン。そう。覚えた？覚えたか。エラエラ。すぐそこの道を進めばダウンタウン。流れが急なところから出発。はい。そこまで行ったら案内するよ。あいや。いや、これ先に走ってくれるってだいぶ嬉しいな。うん、子供信用してるぞ俺は。またの数時間だ。嘘じゃない。あ、ちょっと待って、なんか飛んでる。待って待って、俺ちょっとあのぴょんぴょんしてるやつ気になる。でっか、何あれ、雲の上にあるじゃん。え、あんなとこ無理じゃね。やっていくん、シミサキサキって。必要なものが見つからなかったらどうなの。さ、よく死んじゃうんじゃない。オーウェンが持ってるもので手術するしかなくなるね。まあそっか。だけどそれだとまずい。もし死なないの。できる限り手に入ればきっとうまくいくはず。全力は尽くしますが。出てきてるか。このビルのてっぺんまで登ろう。マジ、この上、一番上。スカイブリッジに来たことあるんでしょ。ある。スカイブリッジっていうの。ここスカーたくさんいるの。まあそうです、すいません。あっても平気でいられる。昨日は平気だった。あいつらはあんたを追いかけてるし。そっか、他のやつらも同じ。もうみんなの敵になってんのか。お前らは、お前ら二人は大変だな、ちっちゃいのに。それはそうと、上に行きましょう。あー、そこ外になんかあるぞ。ほら、分けられないんか。おいしょ。俺は拳でガラスを割ることを身につけた。最近コメントで教えてくれたの見つけて。俺はガラスを拳で割れるようになった。最高。え、もう一番上来たの？早ない？俺意外と早い。死なないように。よし、どれどれ、どこにある。高いビルが近づいてきた。あれか、あれだとまだまだだな。近づいてきたはいいが、おそらくこっちか。お邪魔する。何回そうな。迂回しないとダメそうだね。迂回するぜ。スカーが屋根で料理してるジェームスを見つけて撃ち殺した。二人は殺したが一人には握られた。ドアの鍵を開けておくよ。物資は金庫に入ってる。暗証番号は僕たちの部屋番号を入れてから君の部屋番号を入れるんだ。だからサムの部屋番号を入れてから君が誰、君って誰。ジュリアか。
サムからのジュリア、サムからのジュリアだから、あ、302に住んでるとか書いてるわ。302からのお隣だから301か303か。これで開くか。違う、うざは302、303か。あれ、うざは違うとな。303ダメだった。302、303、304、304。何、304、そんなことある？お隣304ってことあるわけ？嘘、そうなん？なんか喧嘩しとう。お、なんか覚えるぞ、ラッキー。ということで質問、だいぶごめん、お待たせしました。ラッキー、これ最高。それいつ頃から使ってるの？この弓？ちみ、弓うまいよね。いい腕してる。うん、ギャラの方がうまいよ。そうなん、だとしたら戦ってほしいな。人は残酷なの。そうだよ、人を信じちゃいけないよ。残酷だって、うん、人によるよ、それはどんな組織でもな。なんで自分のせいで責められるだろうか。そう、俺からしたらスカーは残酷だしな。まあエリーからしたらアビーたちも残酷だしな。人によって感じ方は違うんですよ。え、うわー、いるいる、どうもです、どうもです。ほら、こちら見えてますでしょうか？見えてない。どう、どうもです。何人いるんだろう。うわ、クリッカーだ。うわ、めっちゃ集まってきた。あいつもいる。よし、一人やったー。あ、見つかった。しっかりしっかりこう。おっと、俺は見つかっている。うわーっと、うわー、ちょっと、ちょっと、ちみ邪魔なんです、ちみ邪魔なんです。バイビー、頼む頼む、無理しない、死ぬ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 、死にたくない死にたくない死にたくない。俺まだいける、いける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 、俺まだいける。あ、来るなって、まだ授業できてない、そんなとこで踏んじゃってないでよ。邪魔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 、お前全部倒したか、やったんか、やったなしけ、やったなしの顔は。やっとやっと、なるほどなるほど、こっちだった。はい、ついてきてね、からの子。いそうだよ、いそうだよ、ここにも。こんなとこに死んでるやついるよ。ひどい、それ誰、知らない。そいつもウルフなんだ。ウルフの兵。そうだけど大勢いるし。そっか、そうでしょ、スカーって呼び方やめてよ。そこはこだわり持ってるわけ。なんで裏切ったの、そのそもそも君たち。行くか、そっちなんですね。いいよ、危ない、流されて終わりだ。アビーギリギリで飛び込む。よし、誰かいる？マジ言うてる、マジ言うてる、お猿さんじゃん。苦手だって分かってるよね。ちょっと待って、俺こっち見たい。あ、アビこっちか、行きゃいいじゃん。ほら、頑張れ。よっしゃ、よく頑張った。アビよく頑張ったぞ。ついたよ。マジ？ここがそう？やった、ついてきて。はい、どんだけ上まで行くの。すげえな、高いな、結構。うわー、これかっこつけ、かっこつけとか、かっこつけとか、そういうことなん、ね。あ、こっから行けるやん、よかったな、アビー。やはりまだ精神的には子供なんだろうな、あの子。かっこつけたい年頃なんやな。こっち、はい。
ただすこぶる頼もしい。見落としてたなんてね。ウルフは上見ないし。わ。どういう意味？ウルフは上見ないから。どんなにウルフが強くたって、仲間が必ず抜け道を見つけるんだ。殺されそうになったってのに、まだ仲間って言うわけ。確かに。こんなとこが。よいしょ。え、だだだだだだ。リリー。ということで今回はこの辺にしておきます。こんな危機的状況の中俺は終わるんだが、無事生きていけるか。リリーって呼ばれてる。じゃあね、バイバーイ。左にいる。バイビー。